こちらには本日東証マザーズに新規上場しました証券コード4397チームスピリットの代表取締役社長荻島浩二さんにおいでいただきました。よろしくお願いいたします。荻島さん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日から上場企業ということになりました。はいはい、どんな気持ちですか？そうですね、高い、ご評価もいただけているようですので、はい、大変身の引き締まるですね思いなのと同時に、はい、またご評価をいただいた、投資家の方にはですね、はい、お礼を申し上げたいというふうに思います。どうもありがとうございます。人気のスタートとなりましたチームスピリット、一体どんな会社なのか、まずその事業内容からご紹介いただけますか？はい、シンプルにちょっとサマリーでお伝えいたしますと、我々ミッションがですね、すべての人を創造する人に、そして事業内容がですね、働き方改革を実現する B2B SaaS の単一事業というふうに、なっております。B2B SaaS の単一事業というのは多分国内では比較的珍しい企業じゃないかなというふうに思っております。あ、そうですか。はい、はい、またビジネスモデルがサブスクリプション型のリカーリングレベニューモデルということで、先ほど申し上げた SaaS サービスはですね、我々働き方改革プラットフォームの、チームスピリットという製品をご提供させていただいております。またお客様がですね、働く人を大切にされる、中規模以上の企業の方を中心に、はい、今導入者数がですね、5月末の時点ですけれども930社以上、ユーザー数が13万人、ライセンスのリカーニングレベニューの割合がですね、76% 以上というような事業を行っております。そのチームスピリットという製品についてなんですけどね、はい、お話しいただきましょうか。はい、チームスピリットはですね、働き方改革プラットフォームというふうに申し上げましたけれども、はい、勤怠管理であるとか、工数管理、働いている時間の中でどういう作業を何時間やったかというような、そういったタスクの管理、はい、また経費精算などですね、使う人の立場で再構築したサービスというふうになっておりまして、月額3万円1ライセンスあたりにすると600円からのですね、手軽に導入できるサービスになってます。従来だとこういったものはバックオフィスの方がですね、効率化のために導入されるというケース多いんですが、我々としては一人一人の従業員の方の支援を行うことによって成果を上げていただく、そんな仕組みを実装しているというふうに考えております。働く人のためのソフトウェアということになるわけですね。はい、それでもって、こちらには業績の推移のグラフを持ってきていただきました。18年8月期今進行中の今期の売上高12億1900万円、これは前の期に比べて 58% の伸び、はい、高い伸びですね、6割近い、はいはい、過去4期間に遡っても年平均の成長率が 71%、71% でかけてきて今期も6割近い伸び、はい、高い成長が続いていらっしゃいます。そうですね、しかもここにありますと、この継続利益今期は3500万円、はい、黒字転換を見込んでいらっしゃる、はい、そういうことですかね。上場の年に黒字転換、はい、なんかかなり画期的ですけども、はい、その高成長黒字転換の背景、どんなことがあるんでしょうか？はい、この後特徴のところでもお伝えいたしますけれども、サブスクリプション型のビジネスの特徴として、はい、非常に計画的にですね、物事が進められながら、はい、非常に急成長できるという観点がございます。ビジネスモデルの特徴でもあるわけですね、はい、これが。そのです、事業の、特徴強みを改めてですね、はい、整理してご紹介いただけますか？はい、わかりました。3点ございまして、1点目は我々働き方改革プラットフォームという新しい価値を提供していると。既存の勤怠管理とか経費精算というものをただ単にクラウドに上げただけではなくて、新しい価値を提供しているというところを受け入れていただいているというところがですね、1点あるかと思います。それから2点目にはですね、SaaS企業というのは比較的小規模な企業さんを相手にするというケースが多いんですけども、我々中規模以上の企業様にご採用いただけているという点があるかと思います。はい、そして3点目に今お話をした、安定性がありながら急成長が実現できるサブスクリプション型のビジネスという点が挙げられると思います。
はあ、はい、それぞれに、より具体的なお話をいただきましょう。はい、まあ、製品の新しい価値ということで申し上げますと、今お話したように勤怠管理、就業管理、工数管理、経費精算、電子人儀、またカレンダー、SNS とですね、7つの、まあ、普通は従業員のことが毎日使っているサービスというものを一体化しています。でそのために朝出社してから帰るまでの活動がですね、明日休むとか、明後日出張に行くとか、その出張した結果の交通費精算をして、それをプロジェクトの原価として紐付けるというような、そういった活動がですね、まあ、リアルタイムにですね、あのデータベースの中に蓄積されるということができまして、まあ、このデータを使って会計などに、まあ、あの定期的にですね、決算の情報として取り込むこともできるんですが、この情報を使ったいろいろな活用ということができるようになってございます。はい、一方では働く人の立場からというところですか。そうですね、まあ、今あのお話したような活動というのがですね、出社のどこから始まって一つのシステムの中で登録するということができるんですが、これはあのお客さん、あの利用者の方が非常に簡単にできるようにするということを、あの非常にあのポイントにしておりまして、まあその結果がデータベースの中に入ります。はい、はい、それをどういう形に使うかというところですね。はい、そうですね、まあ、その結果、まあ、どうしてもこういうシステムは管理という感覚が、あのつきまといがちかと思うんですが、我々管理というよりは、はい、自律的に自らですね、はい、あの働き方の改革をしていただきたい、うん、そのためには実際どんな成果が出ていて、うん、それに対しての活動、これは先ほど工数という話をしましたが、はい、働いている時間の中でどういう作業を何時間やるか、まあ、例えばその、開発とかですね、受託の開発をしている会社であれば、それをどのプロジェクトっていうことになりますし、またあの、人事のような間接業務を行っている方でしたら、社内の業務のタスクとして何をしているかっていうようなことが登録できるようになりまして、この集計で私は重要なことが何なんだろうというようなことが見えます。で成果も出している人はどんな働き方をしていて、その人はどんな残業時間なのか、また経費は使っているのかというようなことがこんな感じに簡単に見えるようになって、まあ、自ら、まあ、そういった正しい働き方であったり、まあ、分からないことがあったらあの問い合わせをするというようなことができるようになってございます。単に管理じゃなくて労働生産性の向上につながるんだということなんですね。はい、そうですね、はい、そこが新しい価値というふうに、価値、そこに価値がある、はい、で次はですね、次ですね、はい、あのワークフローベースで、まあ、そのシステムが出来上がってますので、非常に内部統制にも優れておりまして、まあ、あの昨年こう新規で上場された会社が80社ちょっとあったかと思うんですが、はい、その中で12社 ご採用いただいてますし、そうですか、今年も我々を含めてですね、すでにもう7社使っていただいてるんですけど、はい、そんな形で、急成長企業にもですね、ご活用いただいております。あ、そうですか、はい、それが、まあ、中堅企業に一番適しているということなんですね。はい、まあ、我々もともとは、こういったものというのは大手企業さんのERP のフロントとして使われているケース、はい、システム開発の会社さんなどが作っていたか、もしくは非常に小規模な会社さん向けの単体のサービスに、あの業界分かれていたんですけど、はい、今お話したような、システムが統合されているものを我々としてはあの中規模のお客さんに対してご提供させていただいて、ところがあの今ですね、あの大手のお客様も実はそういうふうに連携しているというのはあまり自社開発でもできていなくてですね、うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、それであればチームスピリットを使った方が、いいんではないかということで続々とあの乗り換えていただいているというような状況でございます。この中間領域というのが一番こうマーケットとしては大きいんでしょうね、きっとね。そうですね、もともと空いていたと、はあ、いうところがありました。はい、はい、そしてさらにですね、そのビジネスモデルとしてはどうなのかというところなんですけども、はい、まあ、これがあの先ほどあのまあ約 60% 増につながっている成長につながるところなんですが、サブスクリプションモデルというのは左側 の安定性のところの図に ありますように、まああの1年目2年目という毎年の売上が継続的につながることによって、実はあの数年経つとですね、そのライセンスの割合が非常に膨らむために安定的な
売り上げができるというモデルなわけですけども、まあ、右側見ていただけると分かりますように、実は新規のライセンスというのは、三角形にしか出てこないんですね。例えば我々8月決算ですけど、今月の売上ってほとんどなくて、来年の売上になっちゃうんですよ。そうなんですね、ただ来年になるとそれが、面積で言うと11ヶ月古い気がする、そういうことなんです、でまた既存のお客様に対しての、いろいろな、追加ライセンスをご購入いただいたり、また新規のライセンスの部分に関しても、大手の企業さんがだんだん中心になってきましたので、段階的にグループ会社に展開いただくというようなことが出てまいりまして、非常に先ほどの急成長というようなところにつながるございます。成長の角度が上がってくるということですね。そういうことなんですね。わかりました、その、成長戦略みたいなところにもだんだんお話入ってきてるんですけども、今後のですね、ビジネス展開、どんなふうに考えていらっしゃるか、そこの話をしていただきたいと思います。ご承知のようにSaaS 市場というのは持続的に展開しておりますけれども、ただし国内で、ビジネスの IT ツールの拡大の余地というので、利用というのはですね、結構少ないというところがありまして、まだまだこれから伸びる余地があると、でまた我々はこの、従業員規模で言いますと、中規模以上の企業さん、約、2900万人にですね、ターゲットというふうにしている中の、まだ13万人ですので、まだまだ伸びていくだろうというふうに考えている、市場の背景としてはそう考えているというところです。でイメージとしてはこんな形、そのために、まず働き方改革の波がですね、この6月の末に、その法律の改正などもありましたので、まずは、マーケティングや営業の強化、そして今続々と参入いただいているその大手企業さんへのサービス提供というのが2番目、さらには海外展開というような順番で考えていきたいと思っています。来年4月施行ということですから、いよいよこれから本番ですよね。そうですね、忙しくなってきますね。分かりました。最後にメッセージをお願いいたします。私ども、基本的にはですね、会社のインフラではあるわけですけれども、これから社会のインフラとしてもですね、育てていきたいというふうに考えております。ぜひ多くの、投資家の方にご賛同いただきまして、長期的にですね、お付き合いいただけたら非常に幸いでございます。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。本日東証マザーズに新規上場しましたチームスピリットの荻島社長においでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。